久保さん。いやーシンクロしてますね、久保さんと、ーが。今度ね、日曜日にね、公開する音声対談あるんですけど、まあ YouTube、僕の熟成さんでね、なんと555万回回して、ミリオンヒット9本ぐらい。で、チャンネル登録1万5千人。久保さん、久保さんも1万5千人ぐらいチャンネル登録あると思いますけど、 何年かかりました。その熟成、そのチャンネル、1ヶ月して、ね、<laughs> 1ヶ月ちょいで、1万5千人行ってますよ、もう。で、その音声対談で、僕、亀仙人になりたいんだっていうね、僕が言ってるんですけど、ご <laughs> さん、なんか見透かされてますね。<laughs> ねそう、あの、亀仙人なんですよ。僕が目指すのは。あの、なんだろうな。 向こう、向こうからね、クリリンとか悟空がこう、泳いで来てくれるっていうね。向こうから。だから、まあ、DRM って、まあ、タイトル DRM にしましょうか。DRM って、あの、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングの威迫なんですけど、あの、まあ、確かにね、旗から見たら、旗から見たらですよ、久保さんと僕のやり方っていうのは、これ、小野沢さんにも言われたかもしれないですけど、なんか、 まあ、その効率的じゃないかもしれないっていうね。まあ、その前もなんかその、街、なんだあ、前の会社の人にも言われましたけど、まあその、方向性が違うんじゃないかと。うん。で、僕は、あの、亀戦に目指してるので、あの、なんだろうな。ううん。まあ、一本の動画がね、リーチいかなかったとしても、もうそれが無数にあれば、 まあ見つけてくれるし。で、その、一本あたりの再生数が仮に少なかったとしても、ね、クリリンとか悟空みたいな、たった一人とか二人が、なんだろうな。あ、この人すごいと思ってくれて来てくれれば、それでいいわけですよ。まあ結論売れればね。うーん。だからなんだろうな。 まあ、その熟成さんは、ああ、すげえ数をね、こう、ばーって取れてますけど、僕は取れてないですよ。でも取れてなくても売上げ上げてます、5年間ね。それは何でかっていうと、まあ、クリリンとか悟空みたいな人が、まあ、何人か、何十人か、いてるというとこですね。うん。まあ、この前お問い合わせもあったんですけど、あの、商品をね、この前販売したんですけど、なんか直近でね、まあ、吉谷さん見つけましたと。 で、あのー、なんだあ、商品買おうと思ったんだけど、間に合わなくて、もう一回販売してくれないかと。まさにダイレクトリスボスマーケティングですよね。もう一回売ってくれと。<laughs> ね、<laughs> で、まあ、また9月11日再販するんですけど、うん、まあ、何が正しいのか、何が合ってるのかは、 自分の道を作った、その先にしか、ないのかな、というところでございますね。DRM、いってらっしゃい。